今日は新潟の素敵な音楽アーティストを紹介しますね。薫風のお父さんです。どうぞ。どうもこんにちは。尺八にドキドキことにワクワク薫風の音です。もう俺言わなくていいんだよ、慣れてる。三味線に三味線に何だろうね。ペン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 三味線フルーツが出てよ、この感じで。ということで、藤岡さんと藤崎さん、何回も共演してるんですけど、自己紹介。自己紹介、うん、して、うん、してもらえる、アルバムないとか入れるんですか。尺八演奏しています。クジラを持っています。好きな食べ物はカニ、肉、桃です。どうぞ、お願いします。もう今年取れる。いや、桃まだ食べてないですよ。今年取れてないよ、あんまり。なんか、やばそうですよね。うん、うん、肉、肉、肉は何。肉、いや、まあでも、あの、ステーキが一番いいですね。サーロイン、分厚いの。サーロイン、はい、で、生、レアっぽいのが好きです。レア、うん、サーロインがいいの。全部二文字。ちょっと待って、新潟で美味しいステーキってある。いや、あの、僕はやっぱり、ね、あの、有名なところでいつものサルーングループ。あ、サルーン、サルーン、うん、もう、それが定番。サルーンって知ってる。はい、あ、あの、ゼとかもそうですよ。そう、ゼとかも。保身のゼ。美味しいですよね。美味しいよね。ゼ、うん、なくなってないの。ゼあります。その隣のステーキワンがなくなった。あ、ステーキワンがなくなったんだ。あ、これ勘違い。手前のところ。手前ね。ゼは。ゼはまだ大丈夫。ゼ美味しいよね。なんかこう、石に、こう焼いて。そう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 。お箸で食べる。そうだよね。あそこはよく行く。それ、ゼとかサル。サル。同じグループですよね、確かに。じゃあ、肉食べるか。これはとんかつ太郎。ああ、はいはいはい、新潟という文の、そう、文天のね。しかも文天ね、こだわりがあるんですよ。車じゃなくて文天が美味しい。もういいね、三味線フロンティアになってきてる。そして、はい、琴の三崎弘子です。爪つけてます。琴、そうです俺の琴です。何件、和楽器、何件？13件。13件。あります。なんだろう、好きな食べ物は言う感じ？いや、何でもいい。好きな、好きな男性のタイプで。なんだろう、最近はかき氷にハマってて、レモンの輪切りが入った。あ、かき氷型の、かき氷型の、スーパーで売ってるやつ。そうなんですよ。それがすごく美味しい。レモンのやつがね。そうそう、そうなんですよ。それが好きです。うん、お手頃なやつだ。あとイタリアンが好き。それはあの B 級イタリアンの。そう。そっちの方。そっちなのね。俺も好き。いつも3種類ぐらい買って食べてるんですよ。どれが普通の定番のこと、あとカレーイタリアンとホワイトソース。ホワイトソースね。どれがいいんだろう。あれ僕の分とか伝えや全部食べる。全部食べる。3つ買ってきて。3つ。これはあの新潟の B 級グルメなんで、うん、イタリアンっていう名前の何あれ焼きうどんなんですよ。そう、焼きうどんになんかこうソースがイタリアン、イタリアンソースじゃないですか。トマトソースが白いよね。かかったちょっとなんかスパゲティみたいな。そうだね、スパゲティのような焼きうどんのような、うんうん、ちょっと不思議な、不思議な、よくテレビにも出てますよね。出る、あれ美味しいよ。三日月のイタリアン、三日月のイタリアン。だから俺らはイタリアン食べに行こうったらイタリアンレストランじゃない。イタリアンっていうのを食べに。そうだそうだ。今度紹介しますね、じゃあイタリアン。うん、バスセンターのカレーと。あ、そうそうそう。イタリアン。バスセンターのカレーも。急激に有名になりましたよね、バスセンターのカレー。そうだよね。お土産コーナーですよ。レトルトで売ってるじゃん。ね。一回しか食べたことない。僕は。うん。あ、そう。うん、行列になってる。あ、結構。うん。蕎麦屋と。うん、はい、そうですね。今、シルバーホテルに入ってるの。なんか工事中じゃないですか。あ、そうそうそう。そうそうそう。シルバーホテルの中で営業してると思うんで。どうだったの？ふみよしさんは何が好きなんですか？俺？最近のハマってる食べ物。俺はもう、唐揚げ。唐揚げ。唐揚げ一番好きなんだけど、あと、まあ、カツ。うん。とんかつね。唐揚げどういうタイプの唐揚げですか？ちょっとね、タツタっぽいのも。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、いわゆる、あの半身揚げじゃなくて、あ、半身じゃなくてこういうやつ、こういうやつ、あ、なるほど、カレーをしよう、あ、はいはいはい、カレーをしよう、カレーをしよう、おいしい、この、うん、だいぶ前まで週2ぐらいでですよね。ちょっと落ち着いたけど、出ましたね、最近来ないですね。こ
これなってから行ってないよね。そうですね。ちょっともうなんか外行かない。確かに外食できなくなりましたね。ちょっと気をつけて、うん、本当家で食べることの方が多くなりましたね。でも持ち帰りできますよね。そうもね。辛いやつもできるし、うん、イタリアもそうです。イタリアもね。ちょっとお肉ができるしね。この二人は活動何年ぐらいなんでしたっけ？もう長いんでしたっけ？もう14年くらい。14年くらい経つかもしれないです。くっくんで。二人は夫婦なの？踏み込んでますよ。踏み込みますね。夫婦じゃないです。夫婦じゃないの？パートナーです。恋人でもないのね。仕事上の付き合いって僕はそのパートナーだと思ってて、どう仕事パートナーなわけ。仕事の。じゃあのパートナー。踏み込んでますよね、かなり踏み込んでますね。14年、そうなんだね。そう。長いですね。長いですね、もう。よく、よく、よく。もうしょっちゅう喧嘩してますよ。そういう仲なんだね、もうね。いろんな音楽に対しても。腹割って。腹割って言えるっていう、いい関係なわけ。はい。あれ、文吉さんって何周年とか？俺も20周年だね。うわでもそろそろ引退をずっとみんなの前に言うずっと言ってるけどやりたいですなんで引退やめるやめる詐欺やめるやめるあでもあれですか引退コンサートっつってそうだ、ね、バーッとこう人集めて最後ぐらいねちょっと儲けてさ、うん、それでまた再活動っつってバーッとあいいね2回くらいでいいですこれ立てたじゃないうん、去年ね、7月に、ちょうど1年だけど、うん、これがあるわけですよ。じゃあ、これをなんとかしないと。これをなんとかしないとですよ、俺も。だから本当に、タイミングは良かったんだけど、稼げないんで。ね、お稽古とかをここでやるつもり。そう、ここで母がもう、マーツさんでやってるから。もう今、支えてるのは母ですよ。母強いですね。強い。もう、俺の売り上げが一切なくなってるな。なかなか、あれですもんね。こんな広いけど、グループレッスンとかできないですもんね。できない。集められないですね。3密になっちゃうから。だから1対1で。うん。生徒さんも安心して。で、カルチャーはもう、経験者コースは休みにして、無期限で。だから本当、これしか収入ない。これと美容室。美容室来てよ、そういう人は。美容室って誰がやってるんですか、うん、うちのスタッフ。うちのスタッフ。うちの社員ね。あ、じゃあ今度は、そうすればいい。すごくいい。腕がいい。俺のヘアスタイルにしていくいつも変わってるよね、お店割と最近落ち着いてきてるそうですね、最近は結構あれなんですけど、うん、なかなかもう行きたくないんですよ、美容なんかこうじっとしてるのが強くてどういう理由だって言うの腕いいですか本当に腕がいいじっとしてるっていう感覚もないまま終わってるかもしれないあ一対一だし、安心して、うんでもこれから実はリハがあって県の新潟県文化祭うん、2020の、開幕式それ開幕式だけどないんだよね文化祭自体文化祭自体はないみたいな、なんか動画でいろんな団体とか、うん、演奏してる人だったりパフォーマンスする人たちの動画を集めてでそれをなんか見れるようにするみたいです、うん、そうそうでなんかそのホームページ見たら、なんか結構お金が何万円か出るみたいな感じになってましたよ。あ、そうか。そうそう。応募した人に。全員に全員が何組かな限定されたけど。で、掲載された。あ、掲載された。掲載された。動画でね。たぶん。アスカのクルーズでも2年前ぐらいかな、共演したし。何度も共演してますんでね。あさってかな、本番は。うん。今からリハーサルしますけど。ちょっと面白い二人なんで、じゃあいずれ、シャミセフロンキアに。え登場してもらおうと思って。秋以降に。OK っていうのがもらったら。いいのかな、うん、大丈夫。ぜひぜひ。また、ミーさんの曲、ね、コラボしたいですよね。うん、いやいや、自分たちの曲やって。いやいやいや、聞きたいの。まあ、そうだ。俺が共演したら何だったっけ、あの曲。何だっけ神風違う違う違う、一緒に自分たち。でもやってもらったのって、もしかしたら、やっぱさ、やってもらってるかなえどっかで。城下町かなんかの時アスカの時アスカの時って何だっけあれ何だっけアスカの時ハーのやつ一曲やったじゃん俺100個だっけ100個作じゃないかな多分やってるとしたらいややってる頑張ってやったなすごいもう申し訳ないな忘れたんだけど今回ちょっと時間ないからできない何
なんか最初こうソロでこうだんだんこう入っていってみたいな感じで、かっこいい、かっこいい感じにしてプロローグにしてますよね。新潟の和楽器バンド和楽器バンド、和楽器だけバンド、だけバンド、じゃあ三味線フロンティアを楽しみに待ってください。お願いします。踏み込めでした。いずれまた